はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、波動高校強化常設化ということでやっていきたいと思います。で、波動高校の強化なんですけれども、多分今回が初めてだよね。あの相棒キャラが、まあ、1キャラ常にオーバーヒート状態になっているということで、今回は相棒キャラのみなみちゃんをお借りしてます。と、あとオーバーヒートの練習人数が4人の時と5人の時で、それぞれ、初回の練習時に金徳が手に入りますというような感じになってます。まあ、あとは経験点の、ね、アップだったりっていうのは、強化波動高校と同じだと思います。あとですね、みずきちゃんが覚醒対象になりましたので、PSR の水木みずきちゃんですね、全然解放してないですけれども、あの初回10連のところでユニフォームしぐれちゃんか水木みずきちゃんかというところだったんですけれども、水木みずきちゃんが手に入ったので今回入れてます。で、全く解放されてないのはですね、まずあの PSR の野球マン2号が、プラ3で、あと通常のみずきちゃんが PSR プラ2かなっていうような微妙な状態なんですよ。まあ、要はこの PSR のレベルを上げてるために SR のプラゴをなんかもう両方に突っ込んで、あの SR のプラゴっていうのがねいない状態です。なので、水木みずきちゃんに関してはレベル40という感じになってます。で、潜在能力に関してはだから微妙に上げてるところ、精神ボーナス6、コントロール上限アップは2上げてます。で、上限アップっていうのは多分106になると査定値が大きくまた上がるのかな、ちょっとここは不確定情報っていうか、まあ、未確認なんですけれども、一応そんな感じになってるみたいなんで、コントロール上限アップを他2人連れてきてます。従前たる一ノ瀬ですね。と、あとは、無敗の鳴海を連れてきてます。これで一応106まで持っていけるので、まあ、106まで持っていきましょうという感じです。あとはね、たっちゃん連れてきて、スタミナ上限アップのオクタビア、これで、変化球練習は、3人という感じですかね。で、水木みずきちゃんはクレッセントムーンを取りたいんで、まあ、できればポリ編はなんか4球種目とかにね取るとだいぶ経験点が軽減できるんで、なるべく球種が多い状態でクレッセントムーンを取りたいと思います。あと一応天才確定回になってます。3回だっけ天才確定するのが、まあ、ものの見事にばらけてんな。誰がいいんだろう。とりあえず変化球、そう、みずきちゃんはねちょっと初期評価が低いんで、まあ、ある程度意識して初期評価を上げていきましょう。というか、そもそも波動高校自体がマジで久しぶりだから、立ち回りとかどうだったっけっていう。で、監督評価って上げなきゃいけないところだっけ、何回かは。大きく監督評価を上げるようなことは多分ないと思うんで、多分2回くらいは監督と練習しないといけないかな。で、一ノ瀬が出て、みなみちゃんが出てきたらみなみちゃんの評価を上げていきたいん で、ここはみずきちゃんがいるんで、まあ、精神で回復しつつ評価を上げていく。で、あと水着イベントが全然わかんないんだよね。2パーか、これどうする。ちょっと監督一回やっとく。早めに一回練習しておこう。やる気が下がった。で、練習メンタル見て誰もいないから寝よう。あと今回彼女キャラは連れてきてません。どうだろうね、連れてきた方が良かったのかな、ちょっと分かんない、久々すぎて。で、みなみちゃんやろう。まずはみなみちゃんの評価を上げていく、ひたすら。で、いいよね、野球センスね。まあセンス丸とかワンチャン狙ってもいいけど、ちょっと波動高校で経験点の出し方がいまいちわからんので、こういう時寝ちゃおう、やることないし。あと1万点も、これどっちだっけ、記憶より記録、記憶、うん、記録より記憶全然言えてなかったけど、これは追いかける。あ、
フィニッシュポイントくれるんだ。お、いいね。みなみちゃんもいるし、オクタビア。オクタビアって何持ってたっけ。ちょっと見ないと。カチューンがあったよね。そうそうそう、カチューンがあるんで、カチューンはまあね、全然直で取ってった方がいいんで。みなみちゃんの評価を上げつつ経験点もらって、これは感動的なプレイ。まあ折り辺はね、もうみずきちゃんから取るんで。結構イベントが進んでいくね。オクタビアはとりあえず乗ったで、いないからこの2人の評価を上げていくか。結構やる気が下がるね。でこれって回復しつつやる気が上がるんだっけ。だよね。あとそうか、クレセントムーンって結構あれが下がった気がする、体力が。でこれ監督と2回目練習で、いや別に何回目とか関係ないけど、そうか、オクタビアもいるから球速も上げとかなきゃいけないんだよね。オクタビアはちょっと球速上がってないときついからな。みずきちゃんはクレセントムーンじゃなくてクロスファイヤーがあるんだけど、特に、あ、これ持ってきてたんだ、忘れてた。みなみちゃんがここにいる。ちょっと体力不足だな。結構寝てるな。こういう方向だったっけ。そしてオクタビアと一騎打ちがもう進み出してる。2回目。筋力ポイントそんなに溜まってる気がしないんだけど。球速ちょっと上げられるだけ上げとこう。で変化球、2人重ならないとちょっと弱いよね。っていうかさ、オーバーヒート始まるのいつ、ここ11月から、めっちゃ遅いな。なんだ、みなみちゃんに永続的な火がついた。すげえな。え、こんなんだったっけ。オーバーヒート8人、2人。あ、経験点かなりすごくない？プラス180とかこんなもらえたっけ。ただの2人で。まあいいや、やっとこう。みなみちゃんはあげたいけど、でもこの経験点は欲しいよね。で気になる2人、達也におごろう。順のクレセントムーン、体力が下がった。で号令は1回かけられるんだよね。3人300。え、こんなすごい、これ どういうことちょっとなんで300ももらえるのかがよくわかんねえんだけど。まあとりあえずコントロール上げときますか。じゃあせっかくなんで筋力が欲しいんだよ、筋力が。運動神経どうしよう。ちょっとみなみちゃんイベントをこなしたいんで切ります。1人、ちょっとこれみなみちゃんやりたいよね、上げたい、とにかく評価を。あ、やる気も上がるんだ。でメンタル一応人数だけ見とくとちょっとしょぼいから、メンタルやるか。きれい、敏捷ポイントがあるからちょっと取っておくか。きれいは、これ手伝えばいいんだよね。で一ノ瀬はまあ正直金徳どっちでもいいよね、かぶることはないと思うんで。でクレッセントムーンを一応覚えたいんで、ちょっと2ずつ取っていこう。スライダー、カーブ、フォークいける？あ、取れねえわ、ちょっと断念。で12月の1週の段階でこれか。みなみちゃんとりあえずまあまあまあ乗ったから2パーで筋力が欲しいんでやろう。お、これ1の手こんなんあったんだ。
頼りにしている。いけ、打たれた。かっちゃんのこれなかなか成功しないよな。でオーバーヒート、まあ、全然オーバーヒートしないから、なんか寝てばっかりだな。球速140144にはしたいな。152とかには、あ、間違えちゃった。寝ようと思ったらさ、しかも火が一人消えてるし、まあいいや。12月は大した練習できないだろう、どうせ。3人火がついた。で落ち着いてもらって、あれ、みずきちゃんってイベント内容良くなった、もしかして体力の下がり方がなんかここら辺減らなかったっけ、体力。その昔、いつかはわからない。変化球やろう。いや、みなみちゃんとりあえず、そうか、もうここまで来ると前イベは起こらないんだっけ。まあ、スタミナは時間上げできるからね。オクタビアとタッちゃんいるし、ちょっと少しでもと思ったけど、筋力が全くない。筋力不足すぎる。8とかクロスファイヤー、選択肢はよくわからない。いつもこれにしてる。手応え、引くか、悲しく一人で。で健康にしよう、ここは一人だから。大凶、タイピン、ひどい。オーバーヒートはもうなかなかならないよね。みずきちゃんクレッセントムーンは取っておくのと、キレを取るんだ。キレ取って、まあ、クロスファイヤー取って、クレッセントムーンって言っちゃうな、クロスファイヤーか。でフォーク覚えて、スクリューが328だから、クレセント分覚えられればだいぶ経験点の軽減にはなる。たっちゃん、みなみちゃん、みなみちゃんはね、何回か練習しないとちょっと評価届かないんだよね。相棒イベントは3回しかないから。これ無理っぽい。このまま制圧。おお、とりあえずこっちは成功した。で何をすればいい、何にもすることない。ちょ、監督もう一回練習しとく、なんとなく。これでもう多分監督は大丈夫でしょう、ほっといて。とりあえずあれにならなければいいや。サボり癖にならなければいい。決まってここで火がつくんだ。めちゃくちゃ遅いな。あ、4人いる。ただその代わり技術が溢れそう。ということでさばいていこう。あ、筋力が全く足りないわ。全然スタミナを伸ばせる気がしないな。ディレイドアームつかめるんだ。玉持ちもらってよかった。で絆、からの買い物2回目か。買い物は2回で終わりだよね。3人いる。いや、めちゃくちゃ取れんな。全員オーバーヒートになると経験点が爆上がりするんだ。なんかめちゃくちゃ初心者っぽいあの発言だけど、もう波動はマジで忘れた。めちゃくちゃ火がついた。そして9人240。なるほど、240、これはこれでやりたいな。でも今のところちょっと筋力不足というか、まあ、変化球は変化球で、でもクレッセントムーンのために欲しいよね。どれくらい伸びる。ようやく144か。3人、ちょっと変化球だな。臨床ポイント遅れる、なるみは誰からももらえないっていうか、むしろ悲しいやつだった。オーバーヒートだけ見て、まあ、特にっていう感じだね。じゃあ遊びに行くか。まあ、遊びに行く前に少しでもこのクレッセントムーンを、クレッセントムーン4種類だな。4種類が限界だ。まず一方向伸ばしていこう。5で遊ぶ。
みなみちゃん。何もやることがないときはみなみちゃんと遊んで、別にみなみちゃんと遊んでるわけじゃないけど、で6人でしょ。こういう時に、まあ、2人でもいいか、180もらえるから。老齢を全然使ってないからね。いけ、よし、経験点はかなりでかい。で4人、メンタル人がいない、てか死にそうだから遊ぼう。これ次練習できる体力があって、3月に入って、これなんだ、何がいいんだ、一緒に練習しよう。ちょ微妙だったなんか微妙だった。で特に何にもないてか、オーバーヒートの人数が少ないからどうすればいいんだ。とりあえずみなみちゃんと練習しとけばいいのか。てか高いな、経験点、素の経験点が高い、80ももらえる。スタミナが全然伸びてないよね。そっか、エールタックだからか。これ監督に相談して監督評価上げとこう。そっか、ここでちょっとだけ上げられるね、監督評価を。で5人、160、みなみちゃんすげえな、すげえけど体力が全然ない。これ彼女キャラもしかして入れてもよかったかもね。割と休んでるからね。だったらやるとき、やることがないときにデートをする。え、これ何がいい、プール行こう、せっかくだから。体力下がった、逃げ玉からの、まあ2人ダブルタックだったらいいでしょう。千歳、千歳はコツがないんで経験点をくれる。でこれはどっちがいいんだっけな、どっちでもいいや。評価が下がったけどチームメイト評価が上がった、割とどうでもいいな。みなみちゃん 11% か。オーバーヒートがプラスされる条件ってなんだっけ、よくわかんねえや。とりあえずフォークを上げきって7で、コントロールも上げきっちゃっていいかな。じゃあちょっと待ってね、100から101になる、83から100でしょ、これめちゃくちゃ上がるよね。あ、6が結構使うね。101から22と20だけど、106にするのに44と40で、100から105、あ、そこそこだ、そんなにすごい上がるってわけじゃないんだ。まあでもせっかくだから106にしておこう。でやるかどうか 11% 寝よ。これ号令使うとどうなる。いや、どうにもなんないんだけど、むしろどうでもよくなったな。千の瀬メンタル、いやこれしよう。でポイントをもらう、44ポイントで応援する、アイス、これは俺もアイスを送ってるかな。で8人、こういう時にどうなの。寺井くんが燃えてない、スタミナ上げたいんだよね、やっぱり。ちょっとやろう、スタミナ4だってもう4月だからね。1、4人か、5人がなかなかないんだね。80か、まあもらえるものはもらっておきますか。で練習メニュー、これはやらない、体力回復で。オーバーヒートが3人現在、まあ、特にっていう感じだから感じだからマジでやることないな。メンタルでもやっとくか。で2人、マジで誰もいない1人でみなみちゃんが燃えている。で一応4人いるな。そう、オーバーヒート、あ、さっき火がついたってことか。え、じゃあこれでどんどん火をつけていく。ただ3人だからね、
野手が。みなみちゃんからちょいちょいちょいと経験点を稼いでいく。経験点の伸びとかどうなの今、よくわかんないんだけど。技術は結構稼げてると思うけど、148にしとこう。で、クレッセントムーン用のなんか変化球ポイントも取っておきたいんだよね。まあもちろん金徳も取んなきゃいけないんで。ディレイドアーム、玉星取っててよかった。ディレイドアーム重いからね、結構。で、逃げ球も1あるから、ちょっとこれは取っとこう。ジャストフィットも、変化球ポイント使わないんで、もう取っちゃっていいよね。みなぎる活力。筋力が足りない。だから、オーバーヒートの5人とか4人くらいがどれだけ来るかっていうのが波動のポイントか。だからやっぱりもう少し、号令をうまく使わないといけないね。めちゃめちゃ人がオーバーヒートしてるときに、監督評価が下がった。うまく集まってくれるか。こんくらいだったら微妙なんだよね。で、5人いて2周か。じゃあいいや、5でかけちゃおう。まあ、別に評価が下がっていいっていうんだったら、もう1回くらいやっても問題なさそうだしね。まあ、タックにするか。スタミナを直上げしたい。みなみちゃんもいることなので、いや、全然筋力がねえわ。球速はもう伸ばせないな。筋力精神。これ、本塁打現金もらえなかったっけ？そういえばだけど。これどうしようかな。いいや、切ろ、めんどくせえ。で、ああ2人だな。やろう。ちょっとみなみちゃんの評価もうちょっと上げないといけないから。よし、これで上がりきったか。10人に火がついた。これどっちがいいんだ。無理してないか心配だ。12人、240 3人3人。ただ怪我率が若干怖いものがあるな。12人、これちょっと休んでどうなる。燃えてる人数が12人いるな。全然何もない。12345人いる。440、せっかくだ、やろう。5人、変幻自在。なるほど、まあ仕方ないよね。で、6人いる。6人ってことは、まあ、うまく燃えてれば来るんで、号令かけちゃおう。ダウンなしだから。で、見る、スタミナ。俺スタミナ上げたいんだよ。だから、あ、これ結構でかいな。経験点的な話をすると、ただスタミナを上げたいという思いもある。さっき筋力めちゃくちゃ稼げたから、経験点は断然こっちだよね。断然って言っても、それでもめちゃくちゃ爆発してるわけじゃないんで。敏捷くれる。やってみる。おー、できた。13、大して減らなかったな。2人だけでもオーバーヒートのみだったら、まあまあまあ悪くないよね。みなみちゃんが OK。 やっぱりもうちょっと寝るのが多い。で、レオユナこっち。8人3人、まあ一緒。変化球ポイント欲しいしね。これ相棒キャラは1人入れた方がいいな、普通に。原点で4人でしょ。で、変化球ちょっとオリジナルを上げていきたい。4、スタミナ、球速は152欲しい。スタミナ突破できるかな。あ、これはやろう。ちょっと誰も燃えてないけど、スタミナのためにやる。いくつ上がる？ 10! めちゃくちゃ上がる。
先発。さてここはサクッといこう。俺のクレセントムーンを見せてやる。スタミナちょっと10上げとこう。 S でこっからはちょっとスタミナ練習をしつつ102まで持っていく。一応パワチャレで使うことも考慮すれば、パーセンテージは高い方がいいからね。フォークで落とす。いいね、点を取ってくれている。スタミナはまあまあまああるし、コントロールもいいし。オッケーオッケー、危ねえ危ねえ。ゲッツーじゃなかったら点を取られていた。ただこんなところで負けてられませんよ。甲子園優勝しないとみなみちゃんくんないからね。で3人でしょ。で俺的にはやっぱり欲しいんだよね、変化球ポイントが。で火がついて、でここだよ、ここのオーバーヒートが大量になった時に来た来た来たね。最後の方結構爆発してる。やろう、みなみちゃんも絡んでるからか。ポイントもらって、みなみちゃんくれくれない。甲子園のここまで、甲子園っていうか練習のここまで来るともうなんか大してイベントが起こらないよね。変幻自在直撮りするか。ディレイダウンもちょっと取れる金徳は取っておこう。あとで足りねとか言い出してくるから、みなきる活力。減点投球と完全制圧はコツをつかんでからにしたいのと、じゃあオリジナルクレセント分7にしたいな。で他の変化球が伸びてないからね。お待たせいたしました。1点、よし、ここを抑えれば波動。同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で強気まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げました。ちゃんと組み立てて、いや組み立てとか全然わかんないけど、投げた、見送ってフォーク。で落とす。投げた、頼れるはフォーク。低めいっぱいに決まった。まずクレセントムーンから入る。投げた、クレセントムーン見送ってストライク。投げた、2球目ストライク。でフォークで落とす。簡単に2ストライクと追い込んだ。くれ、第4球を投げた。だから危ねえ。第5球フォークで落とす。投げました、ボール。次は6球目、目が慣れてきたところで打ちました。宇宙間へのストレートを投げ、よし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 、いいね、早い。投手早いと助かるよね。66ももらえるんだけど、試合経験点ボーナスどうなってんの、よくわかんない。で一応ちょっといるかだけ見て、いないでしょ。これ甲子園入るともうどうなんだっけ、オーバーヒート、なんか忘れてた。 そこすら忘れた。いや微妙、経験点的な話をするとここだよね。オールオーバーヒートしてるから筋力はあって損はないから今のところ。で、あ、オーバーヒートしてるわ。で、オーバーヒートをしてるんだけど、さすがに練習ができない体力だからメンタルをやっておく。もう一回火つけてもらいたいな、そうすると。え、サクッといく。このシーンからかなり危険だからね。減点投球、これで今のところ取れるものは大体取った感じかな。全体的なコツの数がやっぱ少ないな、波動高校は。ツーシームとかこれって大して上がんないんだっけ。てかようやく S 級か。変化球はねやっぱ伸ばせれば伸ばせるほど多分伸びると思うんで。お待たせ、査定値がどれだけ変化球伸ばせるかだよね。同点のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で両も使ってない。カーブ第2球全然わかんねえわ。打たれた。まあ大丈夫大丈夫、引っ掛けたから。波動逆転のピンチです。ツーアウトランナー抑えてみせる。二次得が一個もないからね。ちょっとそこもどうしようかなって悩んだんだけど、今回二次得はなしで来てます。投げました、よし、みなぎる活力。
1点取られてんだけど、どういうこと。ホームランとか打たれたかな。ホームラン打たれて点を取られるのはどうしようもないからね。さあ次の投球、カーバーストライク、第3球を投げました。よし、これは大丈夫だよね。よし、 OK。 なんかポテンになりそうで怖かったけど、点を取ってくれない。4番か。際どいところを投げていこう。全打点を叩き出している。なるほど、ホームだったんだな。じゃあ打ちました。次が4球目、投げた。OK。 低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球、まずはちょっと外す。第2球、フォークで落ちます。からのカーブで緩急をつける。3球目ストライク。1回フォークを落として、打ちました。三遊間ひどいエラー。波動、なおもピンチが続きます。投げた。クレセントムを見せる。投げました。打った。強い。打たれた。一点入りました。周遊タイムリー。波動、なおもピンチが続きます。投げました。ちょっとこれ1回外すでしょ。くれ。よし、 OK。 点取ってくれ。ダメだ、負けた。てかよくよく考えれば俺天才だったよね。天才でこれとか結構悲しい出来だな。4位とかね。先発ディア、もうちょっとスタミナを直上げしたかった。てか経験点高くね。制圧掴んで、あ、でも1万は超えたか。なるほどなるほど。なんか結構点出せるね。思っていたより出た。全然思ってたより。で、あとはスタミナを101に、せっかくだから持ってこう。102にしよう。で、技術とオリジナルが上げられる。 SS1 SS1。技術はだいぶ余ってんね。技術がだいぶ余ってるから、技術をだいぶ使うやつ。縛り、敏捷もあるし、男か。低め、あとは回復とか、あ、クイックとかいいじゃん。せっかく敏捷があるから。でも他に敏捷を使うやつをちょっと見てみよう。精神がないから、ちょっと精神を使わないやつがいいんだよね。もう一旦、まあ、結局こっちに戻ってくるか。精神を使うね。クイックで対左が結構技術使うから、対左をちょっと取って、あとはもうあまりかな。結構もしかしたら詰めればなかなかいい選手ができるかもしれないね。ちょっと SS1 でも天才でこれだからね、まあ、経験点はでも出てるから。タイピン消してね。左上のタイピン3区が残ってしまった。まあ一応そんな感じですね。どうしてもね、取れるコツの数が少ないんで、伸ばそうと思うとちょっと大変かもしれないですけど、まあ、波動高校、まあ、強化されて、編成うまくすれば結構経験点もしかしたら伸びるんじゃないかなというのを今回少し見えました。ということで、もうちょっと詰めてまた、波動高校もう一回やろうかなと思います。まあ、1回1回その波動高校1回やって、太平楽1回やってっていうのも考えてましたけど、まあ、また次はね、太平楽に行って、まあ、波動も少し詰めたら波動高校も、やっていこうと思います。まあ、そんなところで、甲子園1回戦で負けてしまいましたけれども、意外に経験点が伸びましたということで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。